やばない。スーパージュア TV。サンダーファイヤー頂上決定戦。それぞれあのサンダーファイヤーで分かれてミニゲームをやった、勝者とあとビリの方ということで誰が敗者はい、はい、誰が敗者だろう、はい、記憶にない勝者と今回はビリをスパドラのね、はい、ビリの勝者を決めようと思いまして嫌な企画いや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 ですか、はい、正々堂々とねじゃあまた楽しんでいきますかはいはい、はい、ということでまあ早速こちらにね書いてあるのではい何がいいんだ最初はなんか僕ら見たことないやつもあるね、そうこれ多分お互い見たことないやつもあるね、じゃあやっぱ一発目ちょっとワニいっちゃいましょうワニ、ね、ワニ俺らもワニ一緒だったし、ね、ワニは最初じゃあまず、まあ、これねもうここは絶対にないんだよねおーちょっと盛り上がってきてんじゃないかなすごいすごいそういう攻め方するんですとそういう攻め方しますよはいおーはいはいはいそうきたらねやっぱここでチキンレースあー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 だって先行の方がどっちかというと先になっちゃったいやまあまあまあ、まあ、あれだからねつまり計算何を何を計算しているかおおおおこれ怖っなんか前ってねあんま攻めないよねみたいなおおそこ行くどこどこ行ってもおおね俺もそう思うんだよねおお地図帳で地図帳探し。なるほど。これを判定は我々3人で。なるほど。まずあれでしょ。まあ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 いっか。とりあえず。では早いという。はい。私のお題はこちらです。はい。九州空港の究極高級航空機。おバカ野郎。バカ野郎でした。家業についてやばいね。九州空港の究極高級航空機。究極高級っていう。はい。はい。では参ります。入ってます。3回だ。九州空港の究極高級航空機。九州空港の究極高級航空機。九州空港の究極高級航空機。おお。これはもう。これよくね。これはもう。もう文句なし。これはもう文句なし。文句なしですかこれ。これはもうじゃあ早当てで、はい、やったじゃあ結構いい先行でおおおおなんかおああそういうやつかこれやばいやつよ赤炙りカルビ青炙りカルビ黄炙りカルビいやさ長いだな
炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビだけだったらさ、なんか、ね、あれだけど、赤炙りカルビ、青炙りカルビ、キアブリカルビ、青炙りカルビ、キアブリカルビ、赤炙りカルビ、青炙りカルビ、キアブリカルビ。ひどいぞ。青炙りカルビ。勝手に商品作んなよ。なんつった？青炙りアワビ。いや、これちょっと難しいね。難しい。ちっちゃいな。お、お、なんか短い。右耳にミニニキビ。うわー。これちょっとね、癖がありそうな感じで全部同じ母音ってやつですね。よし、いきます。はい、右耳にミニニキビ、右耳にミニニキビ、右耳にミニニキビ。おお、いけたんじゃない。これは強し、強し、やったぜ。これはいけたでしょ。よし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 、ほらこれでフラット同点になってしまう。ほら、こういうことで。まあまあまあ、コラで豆いっときますか。おいいです、ね、じゃあ豆いきましょう。ここに来てるね。はい、続いては夫婦、夫婦。いや、豆いっときます。豆何すんだよ。そんな熱い。え、なんかどういうこと。最後までわからないぞ。うわ、これスパドラ TV。 じゃあ、ぽい先行で、はい、いきまーす。はい、さあ、一発目はなかなか、引っ張るかね。そうだね。逆にね、こうなるとも高得点を狙うには最後まで出ないようにする。まだダメ。まあ、絶対ダメだよこれは。これやばいよ。ここから先4つぐらいちょっと避けたいね。ここは飛びたくない。5。次は6。ここだったらちょっと6だと。おお。次も避けたい。7。そうだな。1だね。うぃー。
破しましたね。怖、うん、あれ、いいんじゃない、いいんじゃないよ。怖っ。ぽい、あら、4、5、6になったぞ。あとありがたい。いきます。おお、これ飛ばないパターンじゃなかったら多分あと2回で飛ぶから、ね、怖いんです。そうだね、飛ばないパターンだ、ね、あ、あるジャンがあったんだよ、そういうパターン。ちょっと待ってください。え、これまあ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 、最後の1個ですから。おい、やった、おー、やった、すごい、すげえ。俺絶対飛ばないと思った。すごい、すごい、一発目からお前すごやりよったな。一番最初か最後でやるしかないっていうことか。そうですね、ういうい、飛んでくれここだ。イエー、おーおーしよしよし、最後、もう無理だ。もう弱気、3、スターが弱気、スターが弱気でどうする？4、最後に一穴咲かせるやろ。6、もうでもなんか6、こんなん絶対飛べやんな。どこ持ってんねん。あ、ここね。スピード早めに来てますけど、あー飛びそう。俺9、あと3つ、あと3つ、あれ、え、俺そっと、ちょっと待って、ちょい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 、あえていけ、まさかのこれでしょ、もうこれで決まるよ。かい、おい、そういう仕掛けじゃないこれ。大丈夫か、9、これもしかして10、でも前全然すぐ飛んだけどな。怖っ、ここに入れとあと2本でしょ。いや、あと2本スムーズすぎでしょ。まあ、飛ばないっていうのはあるからね。あれ、ちょ、あれ、飛んで最後まで行ったんだから。全然パターン違うから結構スター性は確かにあると。ここでこそがこういうこともなくて普通にやっちゃったらまあ、なるほどね。これはね、一発は決めないと。そうだよ。あ、じゃあ双方やろうよ。じゃあ先そうだね。あ、それだけ。確かに確かに確かに、そう、俺が連続でやってもらう。これでいいんだよね。あ、うん、いい、飛んでいく。じゃあ行きます。おーやー、待って、やばい、神回やろこれ。やば
ね、あったね。これ以上すごいよ。これ以上面白くなることないじゃん。むずやば。ああ2です。2ポイントです。はい、ということで、双方の勝ちですね。ファイト。あ、待って、着いた。お、やーべー。それも、まあ、ハヤト君がやっぱり得意な種目でいいので。なるほど。そこにやっぱり勝ったら、うん、真の勝者だよという。なるほど、うん、いいですか。嫌です。嘘です、嘘です。やりましょう。ありがとうございます。はい、やりましょ う、 もう。じゃあまずはね、ここの手押しで勝たないといけないんで。はい、そうですね。ここで勝てなかった、はい、勝ちましたので。Ready!おお、いい勝負。あ、俺もなんかこういう勝負がしたかった。ごめんなさいね。こんなすごいやん、ここなんか。本来ね、こういうのがあれの方が良かった。頂上決戦が。おお、あああ、勝者はやてくんでした。申し訳ない。申し訳なさそう。いやでも最後めっちゃいい勝負できた、うん、いいね、もう燃えてたね。僕がスパドラのミニゲーム王になりました。イエーイ。はい、はい、ということで、スパドラミニゲーム大会やってきましたけど、はい、まあ結果的にはね、あのどっちともファイアチームが勝った感じで。なるほど、はい、やっぱスパドラ9人じゃないですか、はい、うん、やっぱ9人でミニゲーム大会やってっていうのもまたいいですよね。そうですね。まだファイヤーでしかやってないし、サンダーでしかやってないっていうのもあるんで、またね、勝つけどね。いやいや、ビリの中で勝ってるだけなんですよ。いや、そう、言うて8番目だから。でもいい勝負してたしね。まあまあまあ、そうそうそう、いい勝負してたんでね、また9人でやれたらいいなと思います。それでは皆さん、バイバーイ。バイバーイ。スーパージョー TV。